どうもありがとうございます。僕は香港3回目なんですけども、今回こう招かれて、とても幸せです。そして、いろんな日本の歌をですね、こちらの方がアレンジして歌ってるのを見ても本当にびっくりしまして、僕もちょっと恥ずかしかったですね。それと秋には必ずコンサートでまたやってきますんで、その時はぜひ皆さん遊びに来てください。続いては純情物語です。